なんだ、やたら眩しくて、手が、体もうまく動かないぞ。妙に重いし、よいしょ。あれ、なんだここ。変なカプセルがいっぱい。浅村くんどうしたの？大きな声出して、あと寝ぼけして、寒いよ。え、綾瀬さんもいるの？いるのって、同じ部屋なんだから当たり前でしょ。寝ぼけてるの？違うよ、綾瀬さんこそ寝ぼけてる場合じゃないから。ほら起きて、よく見て。なんなのよもう。え、あれ、何、どういうこと？私たち家で寝てたはずだよね。ここどこ？わからない。目が覚めたらこんな寒い部屋にいて、なんか不気味。何かの施設かな。あれ、でもドアは開いてる。少し部屋の外も調べてみようか。誰かがいるかもしれないし。え、大丈夫かな。うろつくのは危険じゃない？でもどっちにしろここにいても何もわからないし、慎重に行動すれば大丈夫よ。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。それにしてもここ何の建物なんだろう。すごく荒れてるよね。人のいる気配はないし、ドアも壊れてて開きっぱなし。長いこと放置されてたのかな。ますますこんなところにいる理由がわからない。誘拐でもされたとか？どうだろう。記憶が曖昧で何も思い出せないや。私もダメ。二人とも怪我はなくてよかったけど、せめてスマホがあれば時間と場所はわかりそうなものなんだけどね。もしかしてあのカプセルの中でずっと眠ってたのかな。だとしたらどれだけ寝てたんだろう。それに他の人たちは？そうだよ、お母さんとお父さん大丈夫なのかな。心配だし早く帰らないと。そうだね、まずは状況を把握しつつ出口を探そう。この部屋は何の部屋だろう。表のプレートには何も書いてなかったけど。ねえ浅村くん、こっち来て。まだ生きてるパソコンがあったの。え、本当だ。しかもファイル名とかは日本語。ということはここは日本なのかも。え、何これ、嘘でしょ、バグじゃなくて。どうしたの急に。顔真っ青だよ。パソコンに表示されてる日付が意味わからない。なんでこんな数字に。今日の日付は2320年。え、300年も経ってるってこと？何かの間違いよ。300年もの間成長もしないで眠り続けるなんてありえない。とにかく他に何か記述がないか中のファイルを調べてみよう。でも結局分かったのはここが東京の環境保護研究センターって施設ということだけ。他に情報を仕入れることのできなかった俺たちはひとまず施設の外を目指すことになった。浅村くん見て、明るくなってきた。多分出口かも。やっと外の様子が分かる。まぶしい、目が開けられない。急に明るいところに出たせいかも。日差しってこんなに痛いんだね。あ、でもようやく目が慣れて。え、何これ。街がボロボロになってる。ビルも崩れてるし、道路もアスファルトがボロボロだ。もしかして戦争とか、それか災害。でもいつの間に。ねえ綾瀬さん、あの大きな木、崩れた鉄骨と一体化してる。本当だって、あの形ってまさかスカイ。確かにあんな風に木が育つのって多分相当時間がかかるはずだよね。じゃあやっぱりあの日付はバグじゃなかったんだ。ここは本当に。そうか、300年後の日本だってこと。でもおかしいでしょ、
俺たちは何も変わってない。そもそも300年後でも生きてるなんてありえないでしょ。うん、一つだけ300年後でも生きていられる可能性はあるよ。私たちが目を覚ました時のあのやたらと肌寒かった部屋がまさにその答えだよ。寒い部屋、300年後目を覚ます。いや、でもそんな、まさか。チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくね。小説版義妹生活発売中です。おまけ。いや、でもそんな、まさか。そのまさかだよ。あの部屋にあったカプセルはそのための装置で、私たちはなぜか300年もの間ずっとあの装置で眠らされていた。そして今日目を覚ました。長い長いコールドスリープからね。